のドレスの一押しポイントを教えてください。アスカさん、はい、どうでしょうか。私のドレスはこの上はちょっとキュッとしてるんですけど、うん、下はすごいボリュームがあって、うん、なおかつこれセパレートタイプなのですごい分かれてる。分かれるんですか。はい、それですごいキラキラついてるのでこのドレスを着るだけで主役級になれちゃうのがポイントです。なるほど、はい、ね、ハラミセも今ねハラチラもブームですからね、流行ってますからね。そうでございます。トレンドを取り入れた形でキラキラでございます、はい、キラキラで素敵ですよ、はい、伊藤さんも、はい、こちらのドレスは、うん、歩くとこのチュールが、うんうん、揺れるんですよ、はい、それが可愛いです。そこがポイントです。なんか結構こうアシンメトリーみたいな感じになってたりとかね、はい、うんうん、ダンサー長さが変わってたりとかして、はい、とっても素敵ですね。吉村さん大丈夫ですか。何がですか。素敵ですよね。いや素敵ですよ。ただなんかねあまり上を見てしまうと良くないんだろうなと思うからだから下ばかり下を見ないと下の、ね、またおじさんがはしゃいでと思われちゃうから極力目線は下にしてます、はい、下のね、はい、ふわふわも素敵です、はい、ね、はい。